さで超えたらもうありますね、平熱出た。6リッターだと目盛りが動かねえな。まあとりあえず6リッターは入ってる。やっぱり天気入れてね、強かったね。あれですか、まあギリ。まさかの方とかまでね、入れてしまえばね、お値段ももうちょっと、多分5円ぐらい変わってくるんじゃないかなと思いますね。とりあえずこれで、先の方まではちょっと出れるでしょう。どうしようかな。伊勢の開発あたりでちょっと一休みしてから帰ろうかな。言うてこっから伊勢だってまあまあありますからね。帰ってるっていう手もあるんですけどね。うれしろから亀山は25キロ渋滞、よし下道へ行きましょう。渋滞25キロちょっとえぐいな。うれしろから亀山って角間がまるっと全部混んでるって計算だもんな。それはまずいね。降りましょう。マッサージ一社。さあもうすっかり暗くなってしまいましたね。なんやかんやと3時間近くね、ちょっとゆっくりとしまして、まあこれでだいぶ体力も回復しましたんでね。ということでですね、これは快活クラブの伊勢の快活クラブかな。さあ、ここからね、まあ、時間も9時なんで、下道ももう空いてくる時間なんで、ぼちぼちと下道で帰っていこうと思います。そうね、まあ、この快活クラブでね、マッサージチェア、一体マッサージチェアでね、ちょっと体をほぐしの、ちょっとね、買ってきたね、泣き火でしたっけ、大王石のところのね、牛トラで買ったお弁当とかをね、食べの、で、そしたらここやったらね、ドリンク飲みながらね、お吸い物とかもあるんで、あれ、考えてみたら、お吸い物とか使って食べると、めちゃくちゃいいですね。もう、おっさんになるとね、やっぱ汁物欲しくなりますからね、あ、これでちょうどいいやって言うんでね、食べてきました。よし。という感じでね、とりあえず、ぼちぼちと帰るかと思います。まあ、帰りはもう、ね、外映してもそんな、大した映像も撮れないでしょうから、私写しで撮っていこうと思います。さあ、まあフリートークカテラですねしながら行こうかなと思います。まあここね、ただ
四日市方面には出れないんで、行動上ね、まず一旦よいしょ、鳥羽方面に出て、どっかで、で最寄りの交差点で U ターンするって形になりそうですね。ここは U ターン禁止じゃないで行けそうですね。よし、じゃあぐるっと回って。うわ、ブンブン。グローイング、あ、ステーキ屋さん、へえ。ああいう雰囲気あるステーキ屋さんいいですね。日替わりなんて680円も安いな。で、まあ元に戻ってきた感じですね。よし、まあ夕食ご飯も食べたし、ストンとこのまま行けそうかな。多分四日市までは持ちますからね。1000円あれば入れといては持つでしょうからね。まあシンプルに四日市に寄れば寄るほどこの辺りは安くなっても傾向にありますからね。あ、そう、ちなみに一つだけ種明かしというかね、しときますと、明日がね、夜勤なんでね、今日はね、あのバリバリ夜更かしデーなんですよね。そうそう、逆に言う夜更かし強制の日なんで、それまでこんな遅まで、普通に快活でいましたよというわけです ね。 ね、次の日普通に月曜日朝から仕事やったらね、こんな時間に店おったらもう大変ですからね。お、ここはかっぱ寿司が生き残っとる。そう、ついに小物のかっぱ寿司も潰れちゃいましたからね。そうだ、帰りどうしような。まっさかから先バイパスでズトンと抜けるかな。ちょっとでも早く帰ろうか。バイパス抜けてくか。もはや暗くて私のカメラも映ってへんやん。